皆さんこんにちは、トリスです。今日はですね、私が先日初出場した FWJ のビキニフィットネス、こちらに出場するにあたってかかった金額を公開していきたいと思います。もう早速ね、バンバンかかった費用を紹介していきますね。まずビキニ10万円、はい、こちらね、あのシーズンビキニさんっていうところで購入しました。オーダーメイドですね、はい。まあ、いろいろ装飾つけるかつけないかとか、あとスワロフスキーのラインストーンみたいなのをつけるかつけないかで結構金額変わってくるんですけど、まあ、今回ねサイズとかもぴったり合わせて作っていただいたのでこちらの金額になりました。韓国からね発送されるので、そちらの送料とかも結構高くついてですね、結局これくらいが相場なんじゃないかと思っております。続いてヒール、はい、あの大会に出るのにね、女性はピンヒール、女性はね透明なヒールを履くんですけど、こちらがですね、あの6000円しました。でこれどれがいいかちょっと私はよくわからなかったので、普通にメルカリで買ったんですね。はい、まあそういう手段もありかなと思って、結構私は履きやすくてね、サイズもぴったりなので結果的に安くついてよかったかなと思います。続いてコスメ、大会ね結構派手なメイクしたんですよ。でなんかね、そのメイクのパターンも何個かできるようにしていたので、私は総額でね4万円かかっております。はい、結構肌が黒いので一番黒色のファンデーションとかベースをね買ったりするのにお金がかかってしまいました。はい、次ですね、ポージングのレッスン、これまあ大体1回が1万3000円とかなんですけど、私はね2回受けたので、まあ、合計3万円弱ですね。はい、もう大会はやっぱねポージングがすごい大事なので、ポージングレッスン受けるのはすごくおすすめです。やっぱり動画で見るだけじゃ自分でねできてないところもたくさんあるので、こちらはねあの専門の方にお願いしたらいいなと思いました。はい、次日焼け、これね私もう短期間で5回行ったんですけど、合計でね 1.5 万円しております。まあ、大体1回 2,3 千円ですね。まあ5回くらい行ったら 1.5 万円しますね。はい、で次カラーリングですね。こちら大会の前々日か前日にするのをおすすめされてるんですけど、私はね前日に行きました。でこのカラーリングもね濃さが選べて、私が行った池袋のアローズさんでは3段階かな選べた気がします。一番濃いのにやって、まあ、一番高い1万4000円あの出させていただきました。はい、次でジム、こちら私はエニタイムフィットネスに課金しましたので月額8580円、これね2ヶ月通ったので合計 1.7 万円です。はい、次パーソナルトレーニング費用、これはね私もまあ3回かな、合計3回行ってたので3万円ほどお金がかかっております。続いてエントリー費用、まあ、今回 FWJ っていう大会だったんですけど、登録費で1万円、出演費で1万円、私は今回ねビキニノービスファーストチャレンジっていう部門だけしか出なかったんですけど、他の部門にね皆さん結構ダブルエントリーとかしてらっしゃったので、それでダブルエントリーとかされる方はプラスで1万円が重なってくる感じですね。あ、大変。はい、でそしてですね、まあ、バックパスも1万円しました。まあ、今回ですね私もジムの代表にカメラの撮影とあとパンプアップ手伝っていただいたんですけど、やっぱりね近くにサポーターがいるのは心強いなと思います。このバックステージパスも自分が出場するエントリーするときに申し込む必要があったので、必要な方はお申し込みすることをお勧めします。でこちらねバックステージパスだけではあの客席に入ることができなかったので、来てくださる方がいる場合はバックステージパス1万円とプラスアルファで席代、これ今回1万円しました、かかってきます。であとですね、あの私今回ケトジェニックダイエットをね1ヶ月半やっていったんですけど、
こちらもね調味料とか一新して買い揃えたので、まあ、総額1万円くらいするかなと思っております。はい、こんな感じでねダーッと紹介していったんですけど、合計30万円です。あー結構したよ、想像以上にしたよ。まあ、今回ね本当に何もないところから準備をしていって出場したので、毎回この金額がかかるわけではないんですね。もうビキニとかヒールとかあとメイク道具とかも揃えてるので、本当に初出場する方はこれくらいかかるんだって思っていただけると幸いです。はい、って感じでね結構な金額をかけて今回私も準優勝させていただいたんですけど、なんとかね元取れるまで頑張りたいと思います。さあ、この動画が参考になった方はチャンネル登録またはいいねお待ちしております。ありがとうございました。